今回私が河内片上駅に来たのは、河内片上駅に駅ノートが置かれたということと、柏原駅にこのような表示を見てしまったからです。大和路線といえば、朝ラッシュ時を除けば快速は白い221系です。一方、確定は緑色の201系電車が使用されてきました。丸印は4扉車、三角印は3扉車表しています。ちなみに白い221系電車が最初に投入されたのは新快速とここ大和路線です。大和路快速は近鉄対抗策として真っ先に導入されました。電車が通過します。危ないですから黄色い展示ブロックまでお下がりください。一番乗り場を電車が通過します。ご注意ください。電車が通過します。ご注意ください。大和飛鳥さん、河内片上駅にも進出。
じゃじゃーん、お待ちかねの駅ノート。表紙はもちろん大和飛鳥さんです。では早速中を見ていきましょう。はじめは、説明でしょうか。学生時代大和路線で通学をしていたので、この大和路線は非常に思い出深い路線です。お、早速ノート S さんがイラストを描いております。表紙をめくったところに説明があるように、イラストも大歓迎ですよ。私は絵心がないので、思い出を綴ってユックマーシールを貼っておきました。駅スタンプもあります。駅スタンプは駅員さんに行って窓口で借りてください。ただし窓口が閉まっている時間もあります。余談ですが、駅スタンプは国用のメモパッド B7 というサイズがちょうど収まりました。スタンプのキャッチコピーは、大和川に桜が舞う駅、大和路線河内片上駅。その様子は右上からクリックして動画をご覧ください。自動改札でも大阪府内の他の駅では見られないようなタイプ、そしてやや古昔トイレ。ここが大阪府内だとはびっくりです。河内片上駅のホームの地層を覗いてみましょう。登場当時は関西鉄道の客車、そして国鉄になってから SL 客車。1961年昭和35年から製造されたサントミラ通勤型ディーゼルカーキハ35の導入。1973年昭和48年になり、ようやく奈良港町間が電化。その時からこの区間は緑色の電車が走り出した。今では大和路線という愛称で呼ばれるこの区間、緑色の電車は当初は101系、後に103系、そして現在使われている201系です。いずれの車両も京阪神観光線、JR 神戸京都線の中古車が回されてきました。
201系置き換えの221系は JR 神戸京都線の快速の中古車であります。河内片上駅はホームの長さは6両分です。8両編成の大和路快速を臨時停車させるということはできません。河内片上駅を出てみましょう。非常に古い駅舎です。国道25号線と河内片上駅を結んでいるのは
こちら弁天橋です。弁天橋から歩いてきて、大和路線の大和川橋梁の方までやってきました。
河内片上駅まで戻ってきました。Thank you.